人生で一番の恐怖体験を教えてください。<ん>人生で一番の恐怖体験を教えてください。恐怖。恐怖です。恐怖ってないですね。あ、昔ね、あの若い時にね、えー、私のお友達が、えー、っと、ちょっとやっちゃんと。見つかりはって、で、そのお友達は私にぴったりずっとやっ。 やっちゃんが何か焼きち焼いたのか私のとこへ、えー、向けてまあ危ないものをってきはってそれをのけたっていうのがあ危ないなっていうそれは恐怖体験ですね、うんまあ、恐怖っていうほど恐怖でもなかったんやけども最終はなんかほんまにドスみたいなもの持ってきて お前殺したのか?」って言うような <laughs> あったしね。ね私もやんちゃやったからね殺せるもんやったら殺してみんやと言うて言うたことはありますね。まあでも内緒は怖かったです。